話もよく聞いてくださいますし、やっぱり普段接している子どもとどこか違うというわけではないんですけれども、やっぱり私たちにとって特別な体験ということで、すごく貴重な思い出として、なんかいつもと違う、一風違った活動のように感じられて、すごく楽しかったです。毎年楽しみにしてくれる子どもたちがいるので、部員自体もまあ楽しみにしておりますし、また会いたいって思う子や新しい出会いなども含めて西岡に来ています。でもみんな大好きな時なので、来年これ以降も続けていきたいなと思っております。